愛知県蒲郡市にあるスーパー西浦モーターパーク、サーキットですね、で行われた、スズキファンライドフェス2018の模様をお送りしたいと思います。これはスズキの GSX-S750 ですね。以前ね、大阪のファンライドフェスタの時にも乗ったんでね、今回ちょっと2回目の試乗になりますね。シートもあれですね、柔らかいか、足つきはSV650 よりはちょっと悪いかな。まあでも 173.6 の僕が両足ついてこの状態か、なんか片足だったらベタですね。ステップの位置も悪くないですね。ふくらはぎ当たらないです、両足置いても。僕がね、大型免許取ってまだ1ヶ月、2ヶ月も経ってないぐらいの初心者なんで、まあ中型はね、ずっと長い感じでやってたんですけど、まあ大型初心者の目線から見たインプレッションになるんで、そんなね、あんまり参考になるようなことは言えないかもしれないんで、ちょっとね、まあ緩い感じで見ていただけたらなと思います。クラッチがちょっと近いな、ちょっと近い感じですね。もう発車した、早っ。シート高は 820mm で車重は 212kg なんですけど、ね、まあ迫力はね、またかった感じあったけど、取り回しは別に問題なさそうな感じでしたね。うわー、音はいい音してますね、やっぱり。これ音拾えてますかね。うおーっていう、いやー、これ7半でも、あー、これいいかもしらんな。あ、これね、エンブレに関してはね、さっきの SV650 よりこっちの S750 の方がいいっすね。あー、これエンブレこっちの方がいいっすね。いや、これ意外と乗りやすい。いやー、これ1回目の時とね、印象がだいぶ違う。1ヶ月ちょっと前ぐらいね、大阪で乗った時とだいぶね、印象が変わったんですよ。やっぱね、短いコース2周ぐらいでね、判断したらダメだなと思いましたね。一足のエンブレムもナチュラルな感じですね。雨が降ってるんでね、あー、いいかもしらん。いや、7半いいかもしれないですね。 S750 3速での1個ギアをちょっと高めで立ち上がるとどうなんだろう。いや、パワーありますね。フロントブレーキもがっつり効きますね。フロントは油圧式のダブルディスクですね。 ABS もついてるみたいですね。いや、こっちの方が乗りやすいかもしらん。やっぱね、このエンブレのね、2速ってこれぐらいのスピードってよく使う速度域、コーナリングからの立ち上がり。まあこれはね、トラクションコントロールシステムがついてて、3つのモードから選べるみたいですね。あとね、これロー RPM アシストっていうのがついてて、なんか発進するときとか、なんか低回転で走行してるときのなんかエンジンの回転の落ち込みを緩和されるみたいですね。なんでね、まあ渋滞走行時はね、ちょっと楽になりそうですけどね、まああのエンストしにくかったりっていうメリットもあるので、ちょっとあえて3速、いや4速で1回行ってみようか。ちょっとね、わざと4速を使ってコーナー曲がってみます。4速で、まあ、4速からでもノッキングとかはしないで加速していきますね。
くな。雨の路面は怖い。いや、ちょっとね、だいぶ印象変わったっていうか、いいっすね、750S750 いいな、これもっと拾えてますかね、これ。あー、いいかもしらん、いいかもしらん、これいいかもしらんな、これこのね、エンブレがナチュラルっすね。正直ね、GSX-S750 に関しては一番最初に乗った時はちょっとね、ポジショニングとかがあまりね、僕にはしんどいかなっていう感じがして、いい印象を持ってなかったんですけど、今回乗った時はね、全然ガラリとかあってね、なんかすごいいいなっていう風に感じたんで、うん、まあ、どっちやねんって感じなんですけど、ね、やっぱりね、1回乗ったぐらいで判断できないなっていうのはすごい思いましたね。ガラリと印象変わった。タンクもでかい。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。いいなぁ、よかったなぁ。 あとチャンネル登録もしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。以上です。